Chicago遥かロスアンジェルスまで気づいた旅だぜ。お前にわかるかい、あのトラベリングバスに揺られて暮らすのは若いお前はロックンロールに憧れ生まれた街を出るというけど、その日暮らしがどんなものなのか分かっているのかい。ルイチェナメンフィスジョジョアI'm not sure.
新年はどんな風にゆっくり過ごせましたでしょうか。ね、私はね、そちらの、さっき話した鍋さんと同じようにクリスマスイブに、カッターで膝を逆手でクサッみたいなどうやったらそうなるんだみたいなね感じなんですけれども、それで、慌てて仕事場からね、病院に駆け込んで、それで10針ぐらい塗ったんですけれども、それで、次の日ね、そこにいる西庵と電話で喋って、いやバカやっちゃったよっつって言ってね、気をつけてくださいみたいな感じでね電話したんだよね。それでその次の日、また仕事に出て、現場、まあ内装の仕事やってるんですけれども、現場ってやっぱり簡易トイレなので、和式の便所なんですね。でそれで座った瞬間に糸がプチプチって切れまして、でその後別に痛くなかったんですよ。でそれでその後やけに膝曲げるの楽だなと思いながら仕事してて、で家に帰ってさあお風呂入ろうって思って脱いでみたらガーゼが真っ赤っかになってて、ね、あれこれなんで血が出てるんだろう、縫ってもらったのにと思って、そしたら案の定切れてて、で次の日また病院に行って、そしたらまあ縫い直しはしなくていいからっていうことで、まあなんかテーピングで補強してもらったんですけど、そんな毎回膝曲げないわけにいかないじゃないですか。だから結局曲げてて、正月もずっと曲げてて、5日の日が抜歯だったんですが、なんか中途半端にこう傷があったらこっちだけこうなんかチャック半分だけ開いてるぞみたいな感じで開いててでそれがそのまま肉が盛り上がって、まあもう治ってるぞみたいな感じなんですけどなんかまあ俺らしい傷かなみたいな感じで思ってるんですけどね。まあ去年は本当ちょっとまあちょっと珍しいバセドウ病っていう病気を患いまして、まあそれからずっとまあ何か何かにつけて焦って慌ててた年だったと思うんですけれども、まあ最後の最後にこう怪我をして、まあ焦ってもろくなことがないんだなってもう今更分かったというね、まあまた焦っておっちょこちょいなことをするかもしれませんが、まあ今年は、こうやって来てくれる温かいお客様のためにも、無理せず頑張ろうっていう、スローガンでやっていきたいと思いますんで、また今年も、温かい目で見てやってください。よろしくお願いします。それではちょっとスローなナンバーですが、この間12月の17日にですね、神奈川県の大船市というところの大船ハニービーという、ライブハウスがありまして、そこでジェミニというバンドはあるんですけれども、福山慎二郎さんという、ボーカリストとで、ギターが元キャロルの内海俊勝さん、ね、そのレコー初の、オープニングアクトを、務めさせていただいて、そのオープニング元キャロルのうっちゃんがいるということで、その文明開化というそのレコーCD があるんですけれども、この間発売された、その中に入っている、キャロルのナンバーを1曲やってみたいと思います。
長い黒髪に誘われて君の名を呼ぶ川面に佇むその姿野に咲く花のように二人には明日が何も言わずに指先絡ませて濡れた唇を震わせて次はですね、こちらに、私の、明日への扉の CD、発売中でございます、なんですが、今日はこの中に入ってない、オリジナルを、少し聴いてみてください。君が大人になるまで照らして愛してくれてる。
来はきっと輝いてるから。ありがとうございます。第1部が終わった後に、くんちゃん特製の、お鍋が出ますのでね、皆さん、お腹いっぱい食べてください。ではちょっとロックいきましょう。
先ほども言いましたが、ここにいるみんな CD 持ってんだよね実はね別に1枚と言わず2枚でも持ってもらって構わないんで僕いつも言うんですけれども、まあ、1枚目は普段聴きよう、2枚目が車で聴きよう、3枚目が保存よう、4枚目カラスよけでやってもらえれば、1人4枚買えるっていうね、すごいいいことがありますので、全然面白くなかったな、そちらに入ってるナンバーをちょっとやってみたいと思います。チークダンス聴いてください。
ありがとう。それでは1セット目最後のナンバーになります。夢の中だけ聞いてください。1 2 1 2 3 4。次第と思います。